先発の座へ常に崖っぷちの思いで投げ続けた弟優作、悪夢のような解雇で地獄を見そこから這い上がった兄サトシ、それぞれの苦しさ悔しさ、そして今年にかける思いは兄弟だからこそお互いがよく分かっています。さあ弟の優作、ちょっと照れくさそうにお兄さんのサトシに今ボールを渡してマウンドを降ります。ああそして入木投手のご両親ですね、入木投手のご両親がこの福岡まで駆けつけています。兄が勝つならこの俺も、弟が負けないんだったらこの俺も、そんな思いで積み重ねてきた勝ち星が、兄が9勝弟が8勝、2人が掴んだ初めての夢舞台、弟から受け継いだマウンド、お兄さんの入木聡、ヤクルトスワロー